こんにちは、ますみです。本日は特定のウェブページを学習した ChatGPT の実装方法を解説します。この動画を見ることで、企業や商品を紹介したウェブサイトや、プログラミング関連の難解なドキュメンテーションなどに基づいたチャットボットを作れるようになります。本動画では、LangChain というライブラリーを用いて解説していくため、もしも LangChain についてまだ知らない方は、こちらの動画を先にご覧ください。それでは本題に入ります。まず今回のゴールとシステム設計を説明します。今回のゴールは特定のウェブページの情報に基づいて回答を生成してくれるチャットボットの構築です。システム設計としてはプロンプトが入ってきたらチャット GPT とウェブページの情報を用いて回答を生成するという流れになります。実装方法としては LangChain というライブラリを用いて Python というプログラミング言語で実装していきます。より具体的には LangChain の中の Indexes という機能を利用していきます。インデックスとは PDF や CSV などの外部データを用いて回答を生成する機能です。ここから Python を用いた実装方法を説明します。まず環境構築として LangChain を用いるため pip インストール LangChain をしておきましょう。そしてこれ以降の説明では OpenAI のモデルを用いるため pip インストール OpenAI をし API キーを設定していきます。ご自身で発行した API キーをダブルクォーテーションの中に入れて実行してください。もしも API の発行方法がわからない方は、以前解説したこちらの動画をご覧ください。そして今回用いる Indexes を使うために必要な ChromaDB と TickToken というライブラリーをインストールします。最後に URL を読み込むために必要な Unstructured というライブラリーをインストールしていきます。これで環境構築は完了です。ここから具体的な実装方法を解説します。ここでは私が以前書いた GPT 関連の記事の URL を3つ用意しました。これらを配列に格納して Unstructured URL Loader というドキュメントローダーに読み込ませます。そして Vector Store Index Creator を用いて PDF の情報をエンベディングしてプロンプトと関連する情報を検索できるようになります。この時 URL の中の文章を300文字以内の塊に分割するテキストスプリッターを代入しています。この状態で7番目に紹介している ChatGPT 便利プラグインはというプロンプトで実行してみましょう。ちなみに ChatGPT 便利プラグイン7000という3つ目のこの URL の中で7番目に紹介しているプラグインは FancyGPT です。では実行してみましょう。すると FancyGPT という風に正しい答えが返ってきました。またここまで紹介した方法は URL を全て配列に入れる必要があったのですが、サイトマップを登録しているウェブサイトであればサイトマップから一気に URL を読み込ませることもできます。この場合次のように Nest Ascensio というパッケージをインストールする必要があります。そして Nest Ascensio.apply を実行した後にサイトマップローダーからウェブページの URL を読み込ませます。ここでは LangChain のサイトマップを参照しています。このサイトマップでは一番上流の URL のみが登録されています。そして LangChain とは何ですかと質問してみましょう。すると LangChain は言語モデルを使用してアプリケーションを開発するためのフレームワークですと正しい答えが返ってきました。最後にここまで解説したウェブページを学習させるプログラムをウェブアプリに落とし込むとこのような強化版チャット GPT のようなものが作れます。チャット GPT と LangChain を用いたウェブアプリの開発方法を知りたい方は以前紹介したこちらの動画を参考にしてみてください。以上、本日は特定のウェブページを学習したチャット GPT の実装方法を解説しました。もっと学びたいという方は、この動画以外にも様々な教材を YouTube と公式 LINE で発信しているため、ぜひチャンネル登録、友達追加をお願いします。また、チャット GPT の仕事の相談や依頼をしたい方や、チャット GPT の仕事に携わりたいフリーランスエンジニアの方は、概要欄にあるメールアドレスよりご連絡ください。ではまた。